にちょっと配信アレルギーが出ちゃった。配信嫌いかよ。実は嫌いだったの？え、なんだったの？大丈夫それバレて大丈夫かな？配信好きだよ。配信好きだけど。やっぱ好きだけどアレルギーっていうことあるじゃん。ほら、まじ猫もアレルギーだからさ。え、猫アレルギーなの？猫アレルギーなの。え好きだけど。え、しおんちゃんも猫連れちゃダメだって。ダメだよ、猫飼っちゃう。しおん猫、猫飼ってない。おめえが猫なんだよ。うるせえ知らねえファイナルファンタジー。うるせえ見てこれおっぱいやな。おっぱいや。おっぱい。これ出したら大丈夫かな、これは。大丈夫じゃない？どうしよう、これシオンがバンになるんだよ、これ。犠牲者はシオンなんだよ、これ。いや、おっぱいや。やだダメだよやだよ。ホロライブ金髪組のこれ。お風呂入ってるやつ。そう、このね、ホロライブの金髪メンバーのね、なんかもうおっぱいの大きさが不公平なんですよ。え、でも言ってさ、まつり先輩だけかわいそう。なんか言ってるけど、白髪あるからな。なんか見たな。いや、ここ、この金髪に勝てない。確かに。まあね、まあそれは仕方ない。うん、この順番的には、鈴木先輩、しおん。いや、ちょっと待って待って待って、しおん。ないだろお前。ちょっと待って、だってこのさ、見てほしい。だって、まつり先輩。何、膨らんでんじゃん。いや。マジ、しおんも膨らんどるやんけ。膨らんでないじゃん。膨らんでるよ。膨らんでないじゃん。谷間ないだろ。あるよ、あるよ、ある、ほら、ある、ここ。それ、自分で書いてんだよ。さっきも書いてるって言われた。ゲームこのノリどこかで見たことあるかと思ったら、今アニメでやってる遊ばせってのがこんなノリだった。そうだよ。いろんな夜なったにまさくんのしおちゃん。毎回書いてる。鏡の前で寄せて、この辺かなーって言って。対話の線入れてるってこと？まつり先輩その服に影ついてるだけでしょ、だって。やばくない？そういう服あるよね。まつり先輩その影普通に。目が大きく見える。まつり先輩のパパが描いてくれたんでしょ、服に影を。あ、そうだよ。あ、そうなんだ。パパにお願いしたんでしょ。なさすぎてちょっと。いやでもシオンよりはあるよ、絶対。いや、ない。それはない。じゃあ何カップ、じゃあ何カップ？え、Z。Z! どうだ超えれないだろう。どうですか？Z はね、気持ち悪い。Z! ダメだ、0の Z って。待って、じゃあ、まつり先輩何カップなんですか？まつりは、H だよ、H。H の H。言わなかったのに。でも思ったでしょ、まつり先輩。思ったよ。狙ったもん。やっぱり、あの、なんか、狙ったよ、ほら、触れて欲しかったんでしょ、話題。ほらいらないの、えいってやめてほしい。確かに。ゼロの Z と。待って、でもそんなシオンのが、シオンがやばい。え、ふぶき先輩は？え？え？あ、まあ、そこそこかな。そこそこ、一番ムカつくな、こいつ。そこそこ。あ、まいただりにか、かける2。おいさん、ありがとう、パチャ。まだいただり、え？一人しかいないよね。うん。シオンだけだよ。いや、まつり先輩。ふぶきちゃんはキャットの C だって。やめて、まあ、やめて、そういうのないで、そういうの。キャットの C。ごめんね、自分からそういうなんか胸の話題出しといて、あんま恥ずかしいからやめよう。やめよう。女子だ。二重跳びとかできる？二重跳びはできる。え、でもね、
尻尾引っかからないんですね。尻尾で飛ぶみたいな。尻尾で飛ぶって何？尻尾で。むしろ、むしろ、そう。尻尾の先持って頑張るみたいな。登れない。そんな長くない。登れない。尻尾伸ばしてみんなで大縄大会できそうだね。できそう、できそう。すごいこと、待って。尻尾が化け物になっちゃう。できそう。伸ばそう、尻尾。伸ばそう。私が回すから、うん。私を飛ぶ。ライブ縄跳び大会しよう。あ、いいな。そして。待って、やだ。ちょっと話戻っちゃうけど、しゅうちゃん、胸大きくできるじゃん。ね、自分で。しゅうちゃん、もう、Z カップだ。限界。これが限界なのか。カンストしてる。魔法使ってそれだったの？違う。カンスト、Z だからもうカンストしてるんだよな。ごめんね、なんか、ちょっとごめんね、シュシュポ伸ばすね、頑張って。増やせるけどゼロに何かけてもゼロだから増やせないんだねみたいな。ちょっと賢い。だからシオンはまつり先輩の胸を大きくすることもできない。いや、まつりはあるもん。え？大きくして？どれぐらい大きくするの？画面が埋まるくらい。気持ち悪い。気持ち悪い。それは次のアップデートでいけるかな。やだな、次まつりちゃんがちょっとしばらくいなくなるねって言って会った時になんかボーンバーンって顔どこってやだ、それはやだな。